はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていきます。フクロウを手なずけて、そして今度は獣を手なずけるための、工程を踏むと。まずはフクロウを使ってウダムを見つけると。フクロウをまず呼んで、こいつがスポットの役割があるそうだから、こいつでまずは索敵を行う。ダール、ウダムはダール。ウダムのハンターだ。あれだ、これで速度を落とせる。獣を送り出すってあるけど、多分まだ無理なんだよね。今同行中の獣がいないもんね。ハンタービジョン、オオカミをめちゃくちゃに飼ってるな。オッケー、場所は分かった。そんでもって、槍今1本しかないんだ。お、ちょうどいいところに。これで槍、足りない。ちょっと木材ないかな。木材ある。よいしょ、槍作って、槍2本ある時点で2人を決殺できるから、当たれば。まず弓で1人やっちゃって、ちょっと待って、これ火ついてる、火消そう、これ危ないから。ゆっくり近づいて、ちょっと危ない危ない危ない。もうちょっと近づきたいな、もうちょっと近づきたいけど、どうしよう。この岩の上あたりから、木材今3つあるから、槍で3人倒していけるかな。1本投げたらすぐ作って、で作って、外れた。オッケー、槍持てる本数もっと増やしたいな。直撃してる。肉を使って餌をクラフトしろ。これで獣をこちらに呼んじゃって、ボロボロ。もう狼、餌、狼の巣まで結婚へ。で、ちょっと辺りが暗くなってきてるのか。火つけて、ちょっと木材不足だな。血まみれの狼の足跡だ。ビジョン、これ辿ればいいね。こっちだ。血痕がそんなに細かくないな。どこだ。こっちだね。はい、なんか立派な鹿がいる。逃げてった。オオカミが近くにいる。今来るオオカミはとりあえずまだ倒してもいいのかな。ワルクワデン、餌と獣の手なずけ。浮きホイールから餌をクラフトできる。餌を選んで投げて呼び寄せて、食べてる間にゆっくり近づき手なずける。そんな簡単にいく。本当に、餌ならあるから、そい、
気づいた。ゆっくり近づく。ゆっくり近づく。ゆっくり近づく。ゆっくり近づいて。大丈夫だよ。手なずいた。ホワイトウルフ。簡単に手なずいた。獣の指示。獣に標的の攻撃や特定地点への移動を指示できる。獣が負傷したときは近づいて肉を与える。死んだらビーストメニューから復活させるか別の獣を手なずけろ。え、何それ生き返っちゃうのビーストメニューから。おお、忠実だ。ホワイトウルフ、希少なストライプウルフ。あ、いろいろいるんだね。あー、で能力も動物ごとにある。この辺すごいな。ブラッドファングサーベルタイガー、グレートスカーベア、能力値高い。でこっちは何なんだろう。こっちはまだ、あ、回復として設定できるんだ。撫でる。よしよし、周辺のウダムを倒せ。これで合わせられるんだね。 OK、 夜だからちょっと派手に行こうか。火つけて、でこっちにも火つけて、よし。おー、なんか食ってる。ついてきて。ここにまずは立つ。主人がしゃがめば狼も、あ、狼じゃない、ウルフか。獣も見つかりにくくなる。下にいるね。まずはこいつをやるんだ。お、いった。おお、あ、瞬殺だ。あ、やりすぐ火消えるんだ。で、あいつも指示してみるか。これ火消しとこう。いった、倒した。この辺のウダムの連中なら全然ダメージ受けずに倒しちゃうな。ビーストメニュー開いて動物を確認できる。動向を解散できる。スキルを解除するにつれて手なずけられる獣が増える。ベアーとか手なずけたいな。ビーストマスター完了。俺でこいつらも怖くない。村人増えてる、順調に増えてる。あ、ティンサイが村に加わった。ファストトラベルできるでしょ。うんうん、 OK。 さあスキルポイントゲット。どれにしようかな。そうだ、ファークライ3、4にあった、指とか折れてる腕とか指をまっすぐにするだけで体力が回復する、太古の回復術なのかわからないけど、これを覚えとこう。さて、ホワイトウルフだもんね、今いるの。あ、で、メニューに入ったり出てきたりするんだ。これで呼んだりできると。まあ、一回休んでてもらおう。さてと。まあ、まだいろいろあるけど、一回村に顔出してみるかな。
村にファストトラベル。さあ帰ってきましたよ。おお村人いる。こっち食ったりしてる。ああ2人あるというか日の出。なんかちょっと集落ができてきてる。ほんのちょっと。ウィンジャー。これまあ言うまでもないけど石器時代だから多分硬貨というものが存在しないんだね。お金どこでも手に入れたことないから。これで村人をどんどん増やしていけばこの辺発展していくか。じゃあこのままこっちのクエストでやっていこう。話す。グワルティチャスカマンチラウサルシマチウィンジャグワマルシハグワパティパチャルシアイシカオハダムシャマスウラシワイシワイダウィンジャがここに住んでるってみんなに知らせるのよ。村の建設。村はウィンジャにとっての安息の地だ。小屋をアップグレードすればスキルや武器などを解除できる。これも資材集めだ。木が全体的に不足してるから。サイラの小屋材料ある作ります。サイラの小屋完成。オッケー承諾。経験値ゲット。なるほどこれでどんどん村人まで増えた。いいよどんどん発展させていこう。これはまた別のものが必要なんだ。人口も必要なんだ。マンモスの皮も必要。スキルもゲットこれはタカールの洞窟。主人公の今度主人公か。よしアップグレード。資材も結構あったな。経験値ゲット。結構経験値手に入っていくな。これスキルポイントゲット。これでまた村人増える。ゲームの進捗状況は自分の洞窟で確認できる。でまた人口を増やすと。でちょっとみんなの名前が結構読みづらくて主要キャラクターの名前がどうもまだ覚えられないなこの人誰だっけ。スラッシュスラッシュバウシャオガスウィンジャイースディジャムまあサムクワイダウサダイワダムシハクラピシャイユクワヤカ。今度この人の小屋か。ティンサイだ。ティンサイティンサイの小屋作ってあげよう。ティンサイの小屋できた。宗教でもやりそうな人だけど。スマルカか。オッケー。さあ村人がまた増えた。さあスキルポイントがどんどん増えていってるな。ああで割り振りも増えてる。どうしようかな。とりあえずね、最初の時点ではこの、アイテムたくさん欲しいから、この辺欲しいな。あ、これも欲しいな。全部欲しいな。これ、最終スキルをどんどん上げていこう。あと1ポイント。敵倒せる。猫か手なずけ。猫か手なずけ。オッケー。サイラと話せ。サイラは奥か。
Numas palhur winja guasham. Ti dam shayaugar saila. Takar guasham. Guasham ha. Guarpati pachars. あ、背中の傷治ってる。Tu guama parshai. Haita chawa su chaudam. Nu, aquí está. Mi janhas ha guasham. Chaya.Marwa udam waidam. Cishau sinacham. Si, warjakwa. Ti. Udam shayar guama duayam. Tu sai. Arshi tachis laha. Mal shata.ビーストマスタータカール。翌日、忍者の村。毎日資材があり、資材がリワードダッシュに入ってくる。入ってきてる。蜂の巣なんて入ってる。ノースクレイトがある。あー、村人が労働してどんどん貯めてくれんのか。サイラと話せ。あ、なんかこの辺もなんか建てられてる。近接戦闘。コンボは素早い振りで複数のターゲットを攻撃できる。え、槍はすげえ強い。強攻撃 RT 長押し。ウェンジャワンタルパチャウダムシャンティハサワマシャワイカルシマウィンジャチマシタ。ウダムが来てる。おお、うわっ。ああ、マイマルチャサルウィンジャマラウーライクワシュータマリザー。うわ、殴られた。あれ、帰ってった。ウシャイサルワークワン。あれ、帰ってった。ハルフウダンハルフハスマスヌータカラマッシハヤウダ。攻撃。いけるね、よし。そうだ、ウルフカモン。ウルフコンボで行こう。ウルフため攻撃があるなんて今初めて知った。何、門が破壊されてる。ほら、まだいる。どこにいる。よし、一応任せて。こいつを、止まって、離れすぎてるよ。離れすぎがよくないな。待って、あっちが攻撃受けてる。まずい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 、交代しよう。交代したけど大丈夫そうだけど、あっちか。ほら、うん、よいしょ。回復。また来てる。やれ、指に持ち替え。わ、なんか投げてきた。臭い。ウルフやられてる。毒か。あ、解毒剤も必要になるのか。
てよコンボほらあどこを食らいたい放題食らってるウルフ回復今度はあっちから来てるウルフいけるかほら槍が痛いならばこっちも槍裏側からまた来てる来てる発射と槍回収して槍今1本しかない木材もっと欲しいなどっから来てるんどっから来てるもう倒したかオッケーじゃあちょっとその前に遺品回収さあ遺品回収 OK で槍落ちてたな槍普通に落ちてたサイラと合流まだ近くにいる奴らを追うあっちかウダムのキャンプに行けこちらから規制をかけるとあマップに木材落ちてるところ映ってると木材集めつつ向こうに行こうかな一旦ウルフを閉じとこうなんかそこら中で声してるんだよな動物木材は回収なんか結構声してるけどアーシー待って仲間戦ってるよいしょ槍は強い銃なんかなくてもへっちゃらだ、うん、さあ向こう道中にまだまだ敵いそうだなさあウダムのキャンプ近いよっていうかあれだよねあれだねステルスよし石プレイだ石プレイだねはいオッケーでホワイトウルフも呼んどこうこっちには無限の石ころと弓さえあればあとはテイクダウンかそれさえあればなんとかなる真上までボーンツリーをすべて破壊して敵を倒せそうだフクロウがいるんだったフクロウで索敵しようあ一人二人さすがにフクロウに偵察されてるだなんて思わないもんなあとはそこにも一人ここにも一人あとはまだいるこちら側にはいないこんぐらいかな偵察終了さて動物をね駆使して結構いるんだなでもでここ高台に一人いるからこいつだけだもんな OK こいつこっちまで移動したいなこっちの方まで誘導しちゃおうだね、頭よしでここを降りましょうフ
ファークライ4で何度もやってきたこのステルスプレイ、成功はしたことはあんまり多くはないけど、そういえば餌投げて肉食動物よこすっていう手法あったけど、これ使えるのかな、プライマル。獣にも指示したいけど、結構密集してるな敵。ちょっと試しに餌投げてみよう。なんか肉食動物来る？あ、いない。いないならしゃあない。ボーンツリーとりあえず破壊しとくか。これ槍が落ちてるってことは、はい、あー、どうしようかな。一人離れてる。若干一人離れてるが、石ころ。石ころでちょっと分散具合を見よう。こっちの一人こっちよこせそうだな。そこ壁つっかえてる。あ、出てきた出てきた。いいぞいいぞ。あ、もっとこっち来い。ん、そっち戻んないで、戻んないで。こっちこっちこっち。なんかたくさん来た。たくさん来た。気づかれてない。戻ってったね。よし、じっくりやっていこう。どうしようかな。あれ、ボンツリー壊れてなかった。これで OK。 あ、仲間やってきた。仲間やってきたっぽいな。こっちにはまだ気づいてない。仲間戦ってる。動物に指示を出そう。で、上からやりそうなやつは、あ、いけない。待って、バレるバレるバレる。こいつやっちゃえないな。あいつ OK。 OK、 完全ステルスまでとはいけなかったが OK。あとこっちだけか。オッケー、倒した。これ全員じゃないの。一回槍回収しよう。槍回収 OK で、で釣りをぶっ倒しちゃう。ぶっ倒しちゃう前にちょっと遺品回収はしっかりやっていこう。金回収というか、もう大半が持ちきれないな。弓作って、弓じゃ、矢作って、で壊しちゃおう。これで回収して、待って、敵また来てる。
獣よ、行ってらっしゃい。行けない、ほら、ん、痛い、まだ生きてる。槍を返せ。え、ウルフが、ウルフがお倒してる。槍いただいて、火つけて、でこれだ、よいしょ、コンボ、まだ来る。指示、指示したけどそこにいるといけない。一回閉まって呼んで、こいつ、こいつダメだ、痛い、おいしょ、よいしょ、やりつえ、ああれ、首の体操してる手首の体操してるんだけど、ウダンワンタ、ウダマリ、ウルアティクワイファアパライワマヤシャジャパルホウィンジャマリルス、あシャジャパルホウダマリウィンジャバルタシャワイファマス、シャウスウォーズダウソン、そんな声だシャンシーパルシャイ、サルワウィンジャマルワ、マチサミガルティチナファ、ウィンジャイ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 、ウダム、ウルの怒り、オロスをかけた戦いの始まり。毎日資材が溜まってく。行方不明のウィンジャ、印のついた地域で最後に目撃されている。特別なスキルを持つウィンジャたちがいる。オロスを捜索し、優れたスキルを持つウィンジャを新しい村へ連れ帰れ。なるほど、それで小屋が増えていくと。あ、結構いるな。ウォーカー、ジェイマ、カルーシュ、戦士。なるほど。あ、最初は何だろう、なんか特定人物との関わりとかじゃなくて、そのまあ3や4の頃と違って一族ぐるみでの闘争なんだね。シンプルなお話、まあ、この辺もかがり火ともしてどんどんマップを広げていく必要があるな。村はもういつの間にかかなり発展してるけど、いやだけど血がこれは中血まみれだけど。スマルカカプラスマヌトゥシスナマヌ。よし、それじゃあ今回はここまでにしようかな。じゃあ今回からその本格的にウダムとの闘争が始まるということだね。それでまあいろんな知恵、力、スキルを持ったウィンジャの一族の人たちをこの村に連れ帰ると。よし、それじゃあまた次回続けていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。